想定内ですよ。衆議院可決なんて想定内。全身を陰で抗いましょうね。特定秘密保護法反対。特定秘密保護法反対。全然無視してこうやって強行される感じとかすごいね。これから日本どうなっていくんだろうって本当危惧してます。前にその1万人も集まって多くの人が反対の声を上げてましたし、マスコミや学者等ほぼ大多数の方が反対している中で全くそういう経緯全部無視して強行することには本当に憤り感じます。やっぱり若い人、友達とかに一人一人ちゃんと伝えていって、この問題が本当に大事な問題なんだっていうことを伝えて、一人でも多くの方が反対の声で上げれるような、そういう地道な活動っていうのはこの短期間でも必要なのかなとは思います。はい。